こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、世相の鬱憤晴らしチャンネルって言って、私がね、ほぼ毎日、もう2年ぐらい、3年ぐらい、毎日のようにチェックしてるチャンネルがあるんですよね。これ大好きで、よく見るというか聞くんですけども、本当に私のね、言いたいことをよく言ってくれてるなっていう形で、まあぜひこの人をね、私のチャンネルにもお迎えしたいというか、私が迎えられたい立場であるんですけども、今回ね、ゆっくりっていう動画があるらしいですけども、私もたまに見たことがあるんですけども、なんていうのかな、棒読みがなかなか私ね、耳に入ってこないんで、そんなにたくさんは聞いてないんですけども、このゆっくりチャンネルを商標登録した、そういう人がいるみたいで、批判が集まってるそうなんですよ。詳しくは、下の世相の鬱憤晴らしチャンネルをね、見ていただければわかると思いますけども、まあ、なんかないだろうなと思いますね。まあ、YouTuber としてね、登録者数を増やしたいとか、再生回数を稼ぎたいっていう気持ちはわかるんですよ。でも、それがね、人の善意を踏みにじるような形でやってはいけないかなと思いますし、人を貶める形でやってはいけないかなと思うんですよ。特に今回のゆずはさんの、ゆずはさんっていうね、チャンネル名らしいんですけども、なんかチャンネル登録22万人いるのに、動画の再生数が22万回いってないっていう、すごくアンバランスで、これチャンネル登録の人をね、なんだか水増ししてるのか、買ってきてるのか、もしくは再生数を稼ぐために、瞬間的に、再生数が狙えるようなね、何らかの動画を上げて、再生数が上がった後にチャンネル登録が増えた後に削除してるのか、何らかの方法を用いてるのか、まあ想像に難くないわけなんですけども、なんかね、嫌な感じがするなと思ってるんですよ。まあ私が言うことはあんまりないんで、このぐらいなんですよ。まあ特にね、よくわかんないですけどね、私の方はね。まあでもね、ゆずはを許すなみたいなツイートがトレンドに上がってきてるみたいなんで、まあこういうふうなね、悪意を持って活動されている方が YouTube から排除されていくことによって、私たちね YouTuber はもっともっとやりやすくなるなと。つまりテレビに影響力が及ばないのはこういった悪意が入りやすいね。やっぱり相対的に考えてテレビの方がまだ健全なんですよ、ね、YouTube はやっぱりユーザーによって悪意が集まりやすいんですよね、まだね、そういうところがあるんじゃないかなと、私はその YouTube を支持してるからこそ言うんですけども、もっともっとね、ずるさってのを排除していかないと、結局テレビに勝てない。まあ、テレビのずるさに勝てないんですよ、これじゃ。せこいずるさをしてるようでは。大物らしいね。大物らしいずるさがあればいいんですけどね。なんかそういうのも変な言い方ですけど。まあ、動画概要欄ちょっと見てやってください、興味がある方。はい。じゃあ今日は以上です。